なんか音響が、You are listening to Ricky's Podcast College. He is brought to you by DJ Ricky がお届けさせていただきます。Good morning! ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしております。ポッドキャストに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を Apple Podcast をキーステーションにマルチ配信でお届けしております。さあ、今日お届けするトピックはこちら。Apple Podcast のベータ版を使ってみた感想、背景ノイズ除去機能もありますせー。ちょっと最後伸ばしていくのかっこよくないですね。はい、今日はですね、Apple Podcast のベータ版を使ってみた感想ということでお届けしていきたいと思っております。あ、違った。タイトル間違えました。Adobe Podcast ですね。これ、Adobe と Apple が、なんか、振り仮名似てる、振り仮名っていうか、そのスペルが似てるから、Adobe Podcast と Apple Podcast ってついつい言っちゃうな。これ気をつけなきゃいけないですね。はい。もう一度言い直します。Adobe Podcast のベータ版を使ってみた感想というテーマでお届けさせていただきたいと思っております。ですね。Adobe Podcast がですね、リリースされましてですね、少し1ヶ月か2ヶ月くらい前に、この体験のリクエストを出していたんですけども、昨日ですね、めでたく、承認されましたということでですね、メールが来ましたので、早速今日ちょっと、使ってみました。その使ってみた使い勝手なんかをですね、皆さんの方にお届けしていきたいと思っております。ぶっちゃけて言うとですね、ちょっと使いづらいんですよね。かゆいところに手が届かない感じがします。で、あとはですね、ぶっちゃけ使いづらいんですが、これからポッドキャストを始める方とか、またポッドキャストを作り込むのにあんまりこだわりたくない方、ブラウザーベースで、作業ができて、それなりのポッドキャストっぽい感じに仕上げられればいいかなと思っているくらいの方にとって、いわゆる入門者というよりかは入門者プラスアルファぐらいの方が、この Adobe Podcast のベータ版を使ってみて、そこからですね、ポッドキャストのコラボをしたりとか、また BGM を入れて、いい音で撮るっていうことは、非常に使いやすいようですね。入門者じゃないですけど、ちょっと中級者向けな、そういうサービスになっているということがわかりました。はい。で結論はちょっと使いづらいっていうのがね、あるんですけれども、新しい方にとっては使いやすい、手頃なというのね、そんなサービスになってきております。で、どんなことができるのかと言いますと、基本的にはブラウザーベースでの、このポッドキャストの作り込みになっています。でですね、イメージとしては、例えば Google のアンケートフォームあるじゃないですか。で、アンケートフォームを作るときに、いろんなブロックをどんどん積み上げていって、で、そして一つの、アンケートとして完成させていきますけども、このですね、Adobe Podcast も同じようなイメージでパーツを組み合わせて、最終的に、音とつなぎ合わせて、ポッドキャストになったね、みたいなね、そんな感じの構成イメージで考えていただけたら、非常にわかりやすいかなと感じております。具体的にはですね、テンプレのところでイントロとか音源入れたりとか、また既存のね、音源、BGM、なんかですね、アップすることもできますし、あとはフェードイン、フェードアウトですね、番組の終わり、始まりのところとか、また番組のですね、切り替え的なところの音も入れられるようになっております。ブラウザーでやったとしてもですね、既存のですね、こういうテンプレの使える、ね、音源があるのが、非常にありがたいかなという感じがしますね。そしてですね、招待して、いわゆるリモート収録ですね。ブラウザー上でリモート収録まで、完成しちゃうというですね。そんなような、リバーサイド FM を匂わせるかのような、そういうサービスも、あります。
排出形式としましては、WAV ファイルでダウンロードすることができる。まあ、WAV ファイルであればね、さまざまな、まあ、ビデオ編集にも使えますし、ね、ポッドキャストとしてですね、データとして持っておいて、後で、ね、コツコツ、まあ、編集したりとか、MP3 にして軽くしたりとか、まあ、そういうことができるですね、ようなファイル形式になっております。はい。で、早速ですね、この Adobe Podcast の中に、背景ノイズ除去機能というのがありまして、これですね、実際にですね、これ聞いていただいた方がいいかなと思いますので、少し事前に収録してみた音がありますので、それを聞いていただきましょう。まずですね、これはですね、MacBook Pro の16インチで、ですね、このロードキャスタープロ2につながないで、MacBook Pro の16インチのそのままの音をですね、収録した音をまずは聞いていただきたいと思います。テスト1、2、3、1、2、3、ビルトインの MacBook Pro のマイクで収録しております。音質いかがでしょうか？はい、本当にね、ビルトインのマイクというだけありまして、かなりこう、なんだろうな、残響音というかですね、そういうのが入ってましたね。この音をですね、このエンハンススピーチっていうボタンを押しますと、ちょっとスタジオで収録したっぽくなります。テスト1、2、3、1、2、3、ビルトインの MacBook Pro のマイクで収録しております。音質いかがでしょうか？エンハンスする前の音がこれですね。テスト1、2、3、1、2、3、ビルトインの MacBook Pro のマイクで収録しております。音質いかがでしょうか？なんか声変わるよね。これリッキーらしくないなと思いながらですね、なんかちょっと声が変わっちゃうのが非常に残念っていうかね、なんか味が変わっちゃうのがちょっとね、ちょっともうちょっと工夫できるんじゃないかなというふうにね、思いましたけどね。で、今ですね、MacBook Pro のマイクの音をですね、聞いていただきましたけど、これ他のマイクですね、入れてみたらどうなるのかというですね、今、このロードキャスタープロ2にノイマンの TLM103 ね、結構いいマイクですけども、このマイクで収録した音をエンハンスするとどうなるのかということをですね、ご紹介していきたいなと思っておりますけども、今ですね、ちょっとブラウザーに入れ込んでみてですね、ファイルが変換されるのを待っているんですけども、今やっと終わりましたですね。まずは、この収録の音はこんな感じですね。テスト、1、2、3、いかがでしょうか。Adobe の、Pro Audio ですね。今入れてみました。音質いかがでしょうか。チェックです。1、2、3、1、2、3、音質いかがでしょうか。はい。この音ですね。テスト、1、ごめんなさい。この音を Adobe Podcast のエンハンススピーチにかけていくと、1、2、3、いかがでしょうか。Adobe の、Pro Audio ですね。今入れてみました。音質いかがでしょうか。チェックです。1、2、3、1、2、3。音質いかがでしょうか。だいぶ変わりましたね。なんか鼻声のようなそんな感じがしてですね。テスト、1、2、3、いかがでしょうか。Adobe の、Pro Audio ですね。今入れてみました。音質いかがでしょうか。チェック。はい、だからですね、やっぱり普通にね、いい機材で収録できてる人は、もうそれをそのまま使ってください。で、例えば、スマートフォンで撮ってるとか、パソコンのデフォルトのマイクで撮ってるとか、撮影環境が良くない人や、あとはですね、撮影機材が良くない人、この人だけに限っては、Adobe Podcast のエンハンストで収録していただけると一番いいですね。変にこれもエンハンスされたからって言って、どんどん盛り盛りでやっていく必要はないなっていうところがよくわかりました。はい。そしてですね、じゃあ実際に、あとは、どんな感じにできるのかっていうところですね。ちょっとだけ作ってみた音があるので、これを聞いてみてください。オープニングがあって、
Hello, this is DJ Ricky speaking. ポッドキャスト大学の Adobe Podcast でのテスト音声です。音質いかがでしょうか？音質いかがでしょうか？こんな感じでですね、番組のオープニングを作っていくことができていきます。テストでした。はい。よっと。以上になります。はい。そんな、こんな感じですね。BGM もですね、非常になんかこう、かっこいい感じの BGM を選べますし、またですね、Adobe のフィルタリングもかかってくるんですけども、ただね、このフィルタリングが良くないね。なんか自分の声じゃないような鼻声みたいな感じになるので、普段聞いてるポッドキャスト大学の音とだいぶ変わってくるから、ちょっとこのあたりね、非常に微妙ですね。英語の話者の方にとっては、この話した内容がどんどん書き起こしされるので、まあ、ブログなんかですね、作って記事化したりとか、メルマガに流してる人にとっては、非常にやりやすいかなという感じがしますね。そうなんですよね。まあ、いいんだけど、ちょっと絶妙かなっていう風な感じがします。いいんだけどね。いいんだけど、なんかね、ちょっと納得いかないですよね。あとですね、もう一つ、いい機能としては、マイクチェックのですね、こういった機能があります。マイクチェック、自分のマイクの音がどれぐらいいいのかってですね、チェックする機能がありまして、私もですね、このマイクチェックで今ですね、やってみてもらったんですけども、例えばマイクチェックで見れるところが distance to microphone ですね。マイクへのこの距離感がどのぐらいなのか。まあ、これ、いい感じのところにですね、入ってますよという今結果が出ました。そしてマイクのゲインですね。ゲインは、大きすぎるというですね、でした。バックグラウンドノイズに関しましては、レスノイズで一番低い値を示しています。エコーに関しても一番低い値を示しています。ですので、この、まあ、ロードキャスタープロ2つないでのですね、収録環境状況に関しては、ゲインだけがちょっと大きいよというですね、そういう注意書きが、Adobe Podcast さんの方からいただいているというね、そんな状況になっております。まあ、こういうですね、テストですね、ポッドキャスターの方の中でもですね、どれぐらい自分の声が、まあ、ちゃんとできてるのか、みたいなね、その客観的に、ね、確認することって難しいと思うんですけども、まあ、こういうAdobe Podcast を使うことで、自分の音がどれぐらいなのかっていうのをですね、見ること、聞くことができますので、ぜひ参考にしてみていく価値があるかなというふうに思います。なかなかマイクチェック難しいですよね。難しいので、なんかこういうツール、Adobe Podcast のね、マイクチェックツールを使うなんていうのもありかなというふうに思いました。この Adobe Podcast のベータ版、ぜひですね、Adobe のアカウントをお持ちの方、ぜひぜひ申請してみてください。ちょっと時間がかかるかもしれませんが、使えたら非常にラッキーというところです。でですね、ブロックを積み上げるように、ポッドキャストを作り上げることができますし、テンプレートもですね、十分にありますし、BGM 交換も十分にありますので、ポッドキャスターさんの非常に強い味方と言えるのではないかと考えております。はい、改めまして今日は Adobe Podcast のベータ版を使ってみた感想というテーマでお届けさせていただきました。背景ノイズ除去機能もですね、十分にありますけれども、これはやっぱスマートフォンとかの収録の方は、この機能が非常に有益ということが分かりました。今日もここまでお聞きいただきありがとうございました。ちなみに今ね、この BGM は自分で出してますよ。はい、Adobe Podcast ではございません。さあ、今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターで毎日ポッドキャスト情報やライフハック情報を、ガジェット情報を発信しております。番組の感想は声明にもしくは声明フォームから新着を聞き逃さないようにするには無料サービス登録が便利。あなたの朝時間にポッドキャスト情報をサクッとアップデートしていきますよ。Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお届けさせていただきました。Have a wonderful and fruitful day. 素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.